海と日本。地球に最も優しいスポーツ、スポゴミ甲子園。その名の通り、高校生ゴミ拾い日本一を決める大会で、3人1組、競技時間60分の間で決められたエリア内のゴミを拾い、その質と量を競います。2023年度県大会を制したのは高知大手前高校のチーム日曜補習。県代表として去年11月に開催された全国大会に出場。この日は大会を経て感じたことなどを高知市長に報告しました。このスポゴミ甲子園に出ていろんなことを感じたと、あのお二人の高校生がお話をしておりました。あのこういった行動自体がこれからゴミが減っていくですね、きっかけになると私は思っております。この報告を受けてですね、また私の方も市民の皆様方にゴミを減らしていくっていう意識をですね、高めていくきっかけになればと思っております。自分たちがゴミに対する先駆けのような存在になって、背中を見せていて、あのみんなのゴミに対する意識を高めていきたいと思っています。自ら行動を起こしていくことがやっぱりその街が変わったりとか、街がもっときれいになるのに、その第一歩になるんじゃないかなと思ってます。これからその高知市とか高知県を訪れる観光客の方とか、その観光客じゃなくても、その街を見た人たちみんなが、あ、この街きれいだなって思えるような街づくりをしていけたらいいなって思ってます。海に漂う多くのゴミはほとんどが町から流れ着いたものだと言われています。美しい海を次世代に引き継ぐため、海洋ゴミ問題に挑む高校生たちの勇姿にこれからも期待です。海と日本。